ペコちゃん、収録後にご飯行かんの？行かない。なんなら行ったことあるっけレベル。最初の初期ぐらいか3期生の初期ぐらいの時には行ったことある。なんか人と会ったらさ、もう、そこで体力使うから、もうすぐ家帰りたいのよ、ペコちゃんは。みんなで食べに行くとかないのか？いやでもね、お姉さん組は行ってるよ、全然。この前の時もお姉さん組行くっていう話してたもん。もうペコロ即帰ったけど。ペコラも別に仲もいいし好きなんだよ。好きだけど、ペコラは、家帰るわって。家帰るね。いうタイプなの、ペコちゃん。なんかそのまま、よし、みんなご飯行こうよじゃないの。じゃ、タクシー呼んだから。先帰るわ。こういう感じ。誘われたら、まあ、誘われたら、行く可能性はある。まあ、ご飯屋さんによる。でも結構、ペコーラン、外部とかの時でも、夜配信、やる予定とかが結構あったりするから、そんなんじゃ誰からも誘われないぞ。いやもう誘われなかったら誘われなかったでいいの。家が好きだから。もう誘われたら行くかもしれないし、もう誘われなかったら別にそれでペコラはなんか悲しい、誘われなかった悲しいとかではないタイプかな。家でええや。一人で気楽に食うぞ。タイプ。昼なら行けますよね。あ、昼だったら行くね。夜じゃなきゃ行くかもな。むしろそれだ。むしろ昼だったら行くよ。昼集合、夕方解散ぐらいだったら全然行くわ。夜がダメなのか。もう夜基本、配信したいから。まあ、ぶっちゃけそうじゃない？賞味配信したいかどうか次第な気がするわ、ペコちゃんは。あー、今日はもう配信いいかなーっていう時だったら、全然夜とかでも、はい、行こうってなるけど。まあ、基本ペコちゃん、配信したがりなタイプの方だから、まあ夜はちょっとな、って考えるかも。